ゆっくりと、ゆっくり書かないと見れないし、何て書いてるかよう分からないし、どこだと見たいけど、急いすぎてるとボワーッと、ちょっと濃いめだと同じになる。これもこっちから先から。で、決して細い線にならないように気をつける。他の線に負けないような強さでちゃんと書いておくんです。負けるともうここなんか非弱に見えちゃいますよ。これもだからもういわゆる必需通りでこれでもいいですよ。で、あとここからこう通しちゃう。ちょんちょんがなくてもなくてもいいか。ちょっと重たいな。もちろんこうやって書いてもいいですよ。いろんな書き方あるんですよ。絶対こう書かないかっていうのはないです。さて続きいきます。新時代の書、金属や石に刻みつけた文字を金石文字というんです。これ大まかにですね、金石文字、というふうな呼び方をしております。金石学という学問を追求するような場面もございます。だから甲骨文にしても、それから金文にしても、そういうものを全部含めて金石文字というふうな総称を使っていますね。さて ついに石庫文が出てきますが、次の文章を読みますね。周の末から秦にかけて見られたものに石庫文がある。周末から秦にかけてということは、紀元前の秦の始皇帝が、秦という国を建てるちょっと前なんです。紀元前の221年が秦の国の、成立ということになりますが、それよりちょっと前に作られた石庫文という、非常に代表的な篆書になるんですけども、存在をします。この石庫文というのは現在中国にある故宮博物院、いわゆる紫禁城ですね、紫禁城 の片隅にどうもあるみたいです。私実際にこれ見たことないんでね、また見に行きたいと思うんですが、石庫というのは太鼓のような形をしている、下石で丸々石なんですよ。丸々石です。で、太鼓のようなちょっと膨らみなんでね、形をしておるところから石庫の文というふうに呼ぶようになったんですけどね。皆さんも今は中国行けませんけども、もし故宮博物館に行かれたら、時々一般公開しているんです。
いつもやってる。だからちょうどそのね、何年か先にはまたあの中国も解放されると思いますけど、行けることを私たちも望みたいと思います。その秦の時代、紀元前の221年、ちょっと前に作られたものというふうに、言われています。はい、続きの文章を読みますね。週末から秦にかけて見られたものに石膏文がある。この書体は大典あるいは中文と呼ばれ、まあ、大典と普通中文ってあまり言わないですね。大典の方が多いかなと呼ばれ、金文に比べて文字が大きくて字形も整っている。秦の統一、紀元前221年以後、大山国跡に見られるような縦長の美しい天書となり、これを小天と呼ぶ。ここで大天と小天の区別だけ覚えておいてください。大天というのは秦の始皇帝が建てた紀元前221年よりもちょっと前に書かれた天書、これを大天と。そこでですね、これも総称してですよ、大典イコール石膏文もそうですが、実は私の認識では金文小帝文あるいは甲骨文字も大典の一種と、紀元前221年以前の漢字すべて大典というふうな理解でいいかなと思っています。まあでも代表的な大典というのはこの石膏文になると。独立して金文小帝文とか言いますし、あるいは甲骨文字も言います。独立してます。で、大典といったら、まあ、石膏文というような理解でも間違いではないというふうに思います。で、それ以降の天書を小典、それ以降の天書は小典、その代表的なものが大山国石と呼ばれる天書であります。石膏文に比べると縦長の文字である。今画像の2ですね、画の2の石膏文よりももうちょっと縦長に書いてありますね。ただし大山国石は私実際に見ましたけど、ほとんどもう字が見えません。何文字か残っている程度ですね。しかももう摩耗がひどくてほとんど見えないよ状態になっておりましたね。はい、ということになります。で、これは一節です。これを小篆と呼ぶの後ろ、小篆は秦の始皇帝の信任を得ていた政治家の李氏が整理した書体である。まあそういうことも言えるかもしれませんが、李氏一人で作り上げたものではないというふうな理解でもいいのかなと思いますね。まあ、代表格として李氏という人が名前上がっているのかなという感じはします。まあ、以上ですね、大山国石の図版があります。55ページに金石という文字だけが出てますね。これ大山国石ですね。下にちっちゃいのもありますね。これさっきの石膏文と比べるとやっぱり縦長に字がなっているというのは理解できるかなと思います。特に下の小さいところですね、これを見ていただくと55ページです。で、一部出ています。まあ書道一やからこんな程度しかないんでしょうね、多分ね。非常に整理されてますよね。この金石の金という字などを見てますと左右対称である。非常にどう言いますかね、レタリングのような感じに見えます。当時そんな技術がなかったと思います。まあ筆を使ったとか知りません、まあ、筆もあったでしょう。こんな風に整然と整えて書くというのが当時の篆書であった、小篆の代表作になりますね。では実際にはですね、篆書というのはどういうふうに書けばいいかというところが大事かなと思います。それは資料がございません。
まずはですね、さっきちらっと言いましたが、左右対称の文字が結構ありますよと言いました。私がコピーをした資料で言いますと、この2枚目と言いますかね、これを見ていただくと、どっちもいいですけど、これはほぼ一緒ですね。車という字を見てくださいね。左右対称ですね。それから、右下の工業のコートですね。これも左右対称です。こちらの、原本を拡大したものを見た方が分かりやすいかと思いますが、左右対称であることは間違いないですね。こういった左右対称の文字というのが、結構多いですよというところは理解しておくといいと思います。その意識を少し持ちながらですよ、実際に書くときは左右対称なんて無理です。無理だからこそ、その表現としてどのように書いたら美しく感じられるかというところが大事になりますね。で、篆書書くときの最大の、皆さん確実にしっかりとやっていただきたいのは逆筆ですね。筆で実際に書くときには必ず起筆部分が逆筆になる。縦線もそう、横線もそうです。必ず逆筆になる。そして基本的に垂直である。基本的にそれから水平であるという意識だけはしっかりとお持ちください。基本的にですよ。もちろん右下がったり右上がったりすることもあります。字によってはそういうことも起こり得ますそれともう一つは収筆部分、これも非常に大事ですね。筆を送るときよりも起筆と収筆の状態がどうだというところをしっかりと知っておくというか、書き分けられることがものすごく大事だというところがあります。起筆と収筆をうまく収めるだけで篆書が成り立つぞというふうな感じに思ってみていただきます。では逆筆ってどんなふうにするんだというか、逆筆ってね、ワンパターンではありません。逆筆は例えば縦線を書くときに、まず下からこう筆上がりますね。こう上がってこういう縦線引いていきますね。こういうふうな逆筆の仕方もあれば逆もありますね。こっちからこういうふうに筆が動く、こういうふうに、この逆筆両方あるんですね。横線もしかりです。横線もこう丸め込むようにしてこういうふうな逆筆もあれば、今丸め込みましたけど、丸め込まないでちょっとこう入ってこう持っていく逆筆。だからパターンはまあ4つ、これ覚えてもらっていいですね。こっちから入ってるのか、こう入ってるのか、こう入ってるのか、こう入ってるのかというふうな、このパターンも自分で見極めるということが大事です。したがってこの五章石が書いたこの資料のこの辺でですね、横線の入り方どうなっているのか、縦線の入り方どうなっているのかという、この起筆部分をしっかり見ると、こっち方向から回ってるぞというふうなのがお分かりになると思うんですね。その辺ですね、筆がどっち方向だろうということをそれぞれじっくり見ていただく必要があると思います。はい、それとですね、送筆、筆を送っていく場合にある一定の力を持って、そのままずっと強弱をほとんどつけないで持っていく必要があります。ここが難しいです。どうしても普段我々楷書、行書、草書を書いてますと、抑揚というものを利用して筆を使いますから、あまり抑揚は利用しません。逆筆をキュッてやったら、そのままの力でスーッと持っていった上でですね、収筆です。これ収筆、これはですね、
込めてしっかりしっかりここで抑え込むというようなこと、これも絶対ダメです。どちらかといえばもうスーッと書いていった瞬間にスッと引き上げるような感じです。抜き切ってもダメですよ。シュッと抜くのはもう行書ですよ、行書総書です。スーッと上げちゃう、そのタイミングが難しいです。霊書もそうですけども、天霊においては起筆はできました、終筆がなかなかできません。特に、天書の場合は終筆における形というものをしっかりとやっていく必要があります。この例でいきますと、この中に馬と書いてありますね。馬という字の終筆部分、最後の部分、横線の終筆の形、縦線の終筆の形を見ると、あれ、こんな風にするにはどうするんだろうというふうなところが、当然疑問にならないとダメですよ。疑問を持たないとダメです。その形をどう作っていくかというところを、皆さん集中的に今日はやっていただく。難しいと思います。でもタイミングを覚えたら、なんだこんなもんかというふうになるかと思いますので、そんなに難しくはない。難しいけど難しくない。覚えてしまえば楽になります。というところがポイントになると思いますね。それからもう一つはですね、例えば丸を書いたりすることあるんですね。転写でこうで、なぜかこんな風になってるとか、それからこういう風にこういう風な口がある。ここでのこの接触の仕方、どう接触したらいいんだろうというのがあると思います。そのあたりもですね、どんどん書き進んでいくうちに理解は進むと思いますが、大体、こういうふうな下の結び方というのは、筆でスーッとこういったのがありますね。で、こっちからこう、これをかぶせるように隠す。これが接触のありようというふうに考えていきます。結構そういうのが、この説法文にしても出てきますから、その辺をどのように書いていくかというところをですね、皆さんはご自身で、工夫をしてみていただいていいと思いますね。ところが筆を運ぶタイミングというのがありましてですね、そのままこの線がスーッと来てうまくいくのか、これもこう来てスーッとうまくいくのかというのがあります。実はこのちょっとしたこの辺の筆使い、あるいはこの辺の筆使いというのも大きなポイントです。これも篆書を書くときにうまく自分で処理ができるようにならないと、それらしい篆書にはなりません。細かいところをどのように表現していくかというのが、今日の学習の大きなポイントと考えてみてください。筆順、自由にしていただいて結構。昔筆順ここからこう書くんだよというふうな規定はございません。当然上から下へ書きますよ。下から上へ書くような線もたまにあります、横線などはあれちょっとこのまま筆をぐーっとこっちに持っていかないか前は。ただし下から完全に上にこう来るような線はまあないです。上から下、左から右という原則は変わらないと思います。で、筆順自由ですよと言いましたが、とんでもないところから書くことはまずないと思います。例えばこの字なんて読むんでしょうか。これ5って読んだらいいのかな。読めないんですよ。今の字はないんです。で、例えばこれ真ん中のこの数字の5ですね。5が重なってますけど、ここから書いてもいいです。で、左側のこれは心尿です。左から順番に、こういう風な形で書いて、真ん中書いて右を書くというのもいいです。書きやすいように書いていただいたらいいと思います。私は最初のこの5という字としておきましょう。この字は私大体真ん中から書きます。その方が収めやすいなと思うからです。皆さんは左から書く方がいいなと思ったらそれで結構です、
というふうなところになると思います。大体のところは分かっていただいたかと思いますけれども、でこれを例えば原本をこれを見ると本当に何かで幾何学的といいますか計算し尽くされたような図になりますので、書的な部分で言えば表現しにくいです。ものすごくしにくくなる。だから五章石のこっちの資料で皆さん勉強していただく方が、まず基本的な筆使いなどを覚えるためには重要かなと思います。で私の篆書の、学習の経緯から申し上げますと、一番最初にやりましたのはやはり小篆です。小篆といってもさっき大山国石というのが出てきましたが、それを直接見て書きましたけども、やはり幾何学的で面白くない。そこで明末清初、明の時代から清の時代にかけてですね、いわゆる金石学が必要だということで金石の復興がなされた。その時代の方々が、かつての篆書金文から、大篆である石膏文、あるいは大山国石などを学習しながら、書き上げる、その筆で書き上げる方法といいますかね、そういうものを研究していったという人たちがですね、現在の篆書につながっております。現在の篆書表現ですね、そこにつながっておりますので、そこら辺りの人たちの篆書を私はやりました。例えば五大帳であるとか、まあ、難しいですよ五大帳で、もちろん最近言葉が 出なくて五章石もそうです。あるいは長子堅であるとか、そういった人たちの篆書をやることによって、だんだん篆書というものの理解が深まっていくといいますかね、どんどん進化していったなというふうに思います。ですから皆さん、よく最初に甲骨文があって金文があって、で大篆の石膏文があってというふうな順番を重ねていくのがいいのかなと思いがちですが、実は違うなと思います。明清時代、明末清初からの方々の篆書をしっかりと真似するところから、だんだんに理解が深まって今度時代を戻していくという感じですね。私今面白いなと思うのは金文版ですね。今はね、いわゆる小篆文、が面白いなと思っておりますが、でもそれでもわからない字はいっぱいあります。現在ありませんからね、文字そのものがありません。活字で釈文出ていますけども、その釈文自体も細かいなというクエスチョンマークは結構あります。この字がなんでこの活字で表したときにこうなるの？まあ、活字は何ぼでも作れますからね。辺作り、冠たれをこう合わせたら何ぼでも作れますから、まあ、誰か学者さんがこの字はこうだよなというふうな形で提案をされて、そのまま編集している人が採用したというふうに僕は理解をしておりますので、分からない字は分からない字のまま書くしかないなと思っております。まあそれもだんだんやっているうちに、いろんなその造形の取り方、文字そのものの姿がこうかなというのがだんだん分かってきます。だから皆さんがもし篆書の学習をこれから続けていきたいというときは、まず五章石の心あたりをやる、ね、民心の人たちの字をしっかりやる、である程度書けるようになったら時代を元に戻して、金文あるいは甲骨文をやっていただくと、もっと分かりやすくなってくると思います。まあ今日は手始めにというふうな感じになるかなと思いますね。結構喋りました。40分ぐらい観察して書くということですね。だから、ね、普段もうちょっと早いですけどね、今
逆筆がぐーっと出てないぞと思うとき、こう溜めるんですね。溜める。でよく見ると線がほぼ一緒、充実した線のまま書く。この場合ここで切っちゃう。でこれここでかぶせる。でこれよく見て、はいこの辺かなーと思って。ぐーっとしていきます。はい、次は縦先書いてもいいですよ。これがこの辺から出てるなというところをまずしっかりと確認して、これハの字型とこういう形だと。で、これ頭この辺からあるよなということです。はい、太くなりましたね。失敗ですね。で、これも重ならん方がいいですね。これよく見るとこう丸くこういう形になってます。で、これもね、私の場合はこっちから描くと楽だなと思って、やることが多いです。こうやって。で、これをこう受けて形整えて。で、こうやって線が隠れるときは逆筆あんまり考えない。縦の線が今日はちょっと調子悪いですね。今ほらちょっとこうため目を作りましたね。それからスーッとこう、またタバコ吸ってきたから。フルエット。はい。ね、ここ一旦止めましたね。かぶせます。あまり考えません。次こっちです。これ完全に。ここつながったように、こうこのちょっとしたところが天章らしさを生んでくれますから、これもしっかりと太めに、ここもしっかり太めに、でここでちょっとだけこう表情を変えます。ここからが難しいです。何が難しいかというと、この曲線をどのように表現すればいいか、どっかで止めないかのですね。この細かったで、これここから一旦筆離しましたけど、ここからシューッとした時の収筆がこのようになってたらいいですけど、なってないからちょっと失敗ね。たっぷりつけたいです。これもたっぷりときてシュー、ここもたっぷりと溜めてからな感じ。うまいこと書けない。はい、こんなところですね。もう一回書きますから、じゃあこの2行目から。だんだん無言になりますよ。はい、今逆筆してなかったですね。たまに線でもどうってことないやというぐらいのつもりでやってみます。ちょっとマシでしたね。これはちょっとマシです。はい、次です。馬です。たっぷりします。とこう曲げます。これこの線。あの人によってはここでね、ここで止める人います。ここからスーッとここまで書いてもいい、もちろんいいんですよ。私も普段は書きます。止める人の例を今挙げました。はい、ちょっと待ってくださいね。これもしっかり充実した線で。で、この線が。この線が。で、ここから同じ運んでいきますね。こうね。で、ここ出ていきます。はい。で、ここ。それなりの雰囲気が出てきたらいいですね。にじみが強い感じやな。次です。
これはちょっとこちらよりも丸みが強いですね。いろいろありますね。まとめます。これも一旦これと、こういう出方がするといいですね。気持ちいいですね。はい、溜めますよ。これずいぶん溜まってますからね。溜めてみましょう。左右対称だと言ってもちょっと表情があるとやっぱ店主としての味わいというのが出てきますから、こういうためはそのまま放置しておきます。一応まとまってでしょ。2枚目はそんなに失敗してない。じゃあ難しいのやりましょうか。いやーすごいなこれこれどう描くねんってなりますよね。これなんとかせなあかんなと思いますよ。いや、やりましょうかと。目に入ってください。しっかりと長めですね。これは強く強く、ちょっと下は短めですね。はい、ここからのこの曲線のありようというのは難しいです、ね、さあどうする。これは緊張しますよ。やっぱりこれゆっくり描かざるを得ないです。うまいこと入らない場合が結構多いです。これはこっちから書いてもこっちから書いてもどっちでもいいです、はいはい、これも普通はこう書くんですが、書きにくいなと思った時はもうこのままこれ、これでいいです、ね、さあうまいこと入るでしょ。さあどう入れる。下が詰まってきた。あらららら、もう書いてこう書いてなんとなく入ったな、ね、やっと調子出てきたな。先にこれ書いてもいいんですよ。この時にどの辺まであるかいうとこだけ見とく方がいいですね。あ、この辺のこの辺やな、この辺かな、うん、でこの間を狙ってここから狙ってますね。こういうのね、ちょっと短い。これ伸びやかです、
先生これ新入園をとおっしゃいましたのか、これ新入園っておっしゃいました。でこのとこっちの時にはこれから書かれて、こっちの時はこっちから書かれて、あのもうそれ自由だって言いましたね。あ、それ構わない、ね、はい、あの自分で書きやすいのどっちやろというのは、見極めて書くしかないです。あ、そうですか。絶対ここから書かないか、真ん中さっき書いておかしいよっていう人もいますけども、そしたら他のどないなんのというの結構あるんです。例えばこの線、ほんまに皆さん最後に縦線通してるかとかいうふうになるんです。あ、なるほど。これなんかよく見たら、ここでね、ここでよく見るとここで線止まってるんです。でここから出てるんです、新たに。そういうふうな結果としてはそういうようなこともありますから、絶対こう書かないかんというのはない。ない。はい、ありがとう。書きやすいように、これなんかめちゃくちゃ書きにくいですよ。はい、めちゃくちゃ書きにくいですよ。でもなんとか形にせざるを得ないですからね、ということになりますかね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、以上です。はい、ありがとう。やっぱ丸みがありますね。割と強いですね。でこれがこうしてもいいんですよ。書きにくかったらこう書いてもいいんですよ。いやいや、これもやっぱり味です。視野いいですよ。おっしゃる通りです。入らない。はい、これ大失敗です。接触しましたね。大失敗です。はい、これも失敗です。こうやって失敗多いんですよ。これ一番書きにくい。これも書きにくいでしょ。さあどうする。いつも不安になりますね。これなんか後でやりたくなりますね。次どれ書こうかってなります。基本的にはこれでしょうね。この場合ズドンと通ってますよね、最後まで。でも通さないんです。ここで止めちゃう。
トーストかけないですよ、きっと。でここから改めてこう。という。